そう、サウサンプトン戦後の三笘薫、菅原幸成の弱点を盛大に暴露。ブライトンの三笘薫がサウサンプトン戦の前半29分にゴール前でバウンドした右クロスに頭から飛び込む先制弾。これに対し三笘は、難しいバウンド？結構距離があって考える時間があった。幸成も前のスペースを埋められてなかったのでチャンスかな、と振り返った。菅原との日本代表対決には、楽しかったが、彼も相当タイトに来ていたので、なかなか1対1を仕掛けるシーンはなかったですが、もっと言ってもよかったかな。1対1は強い選手で、しっかりと組んだ時は素晴らしい守備も持っている。それでもオフザボールのところが苦手かなと思っていたので、そこで勝負しようかなとは思っていたと振り返った。三笘が弱点ばらしたし菅原は改善するしかなくなった。ここからの菅原に期待。三笘の怪我は心配なさそうだな。菅の弱点ベラベラ喋るくらい余裕なら。菅原はオフザボールが苦手ってかなり巧妙に隠してきてたからきっと今まで誰も気がついてなかった。むしろデュエルが下手という見方の方が大勢を占めてたのに。欠点オフザボールだから印象の割に1回採点いつも高いんだよね。ドリブル練習して右ウイングで使ってくれるチーム行こう。菅原の弱点話されまくりで笑った。まあ三笘からのそこ改善しろってメッセージだろ。がっつり菅原の弱み話してるな。三笘には毎回ほぼ自差式2枚ディフェンス対応されて仕掛けるのが難しくなった。それなら通ら抜けや DF の背後から走り込んだり対策してるね。これだけ何やってくるかわからんようになるとまたドリブルも効いてくる。派手な仕掛けは少し減ったけど、さらに怖い選手になりつつあると思うね。まああの得点シーンは菅原もザルだったが三笘がすごかった。前回の得点も裏抜けだし、三笘は確実に裏抜け上手くなってる。今まで対人弱いってイメージだったけど対人は強いのね。それにしてもオフザボール悪いのはプレミアじゃ厳しそう。まあ弱点暴露は三笘の優しさだろ。菅原は改善できるように頑張って、